定の宿さんの実験コーナーで、はい、明日からなんと毒語を出してくださったことですね。はい、体に溜まった重金属とか、はい、重金属とか保存料とかとお薬をね、うん、飲んでた方とか、うん、私小さい時飲んでた、今めっちゃ健康なんですけど、実は小さい時転換物、小学校1年生までほぼ入院してたこともあるんで、だから小さい時の蓄積は大きい、うんうん、あるかもしれない、うん、ね。一見これはただの、まあ、お水のぬるま湯です、うん、でここにちょっと自然のお塩を入れるんですけど、はい、ちょっとじゃあ入れますね。あ、じゃあ足を引いていただいて、はい、これね今膝がね、膝に膝を縛られてるのね何を縛られてるのかというと、はい、あ、膝がこうねくっつくようにで、これのそばに足を置いていただいて、はい、この機械の、はい、で今からお塩を入れるので、はい、じゃあチャパチャパチャパっと足を動かしてください。私今ちょっとブヨに噛まれて右足が腫れてるんですけど、あら、まあ、ちょっと傷があっても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。そしたらば、ちょっと濃度を見て、あ、ちょっと待ってですね、こっちですね、はい、大丈夫ですね。で女性です男性、女性、子供で、子供は9歳以上からできます。これで何かが始まってる、全然一緒。これからです。じゃあいきますよ、はい、スイッチオン。であとはもう足を動かさない、うん、じーっと。で結構ガスも出てくるので、あんまり顔は近づけない方がよくて、こう窓開けてとガスが出る、うん、あ、なんか変な匂いで失礼だけど出てきますね。なんかね、塩素のようなね、なんだろう、なんか足に圧迫感っていうのかな、うん、ちょっとビリビリする。そうでしょ、ね、うん、敏感ですね。ビリビリする、ビリビリしてきた。あ、早い早い。あと圧力っていうか外圧みたいな、うん、30分ですので、はい、お楽しみに。これをやってるだけで、うん、悪いのが出てきて、うんうん、悪いのがたくさん出てる人は、うん、お水が茶色くなるんですか？そうですね、あのね、最初は、ね、色によるんですけど、うん、ちょっと薄い茶色の時はこう腎臓の汚れが出てくるっていう、この説明書には書いてあるんです。腎臓の汚れが、でちょっと茶色っぽい色になった場合はこう肝臓の汚れ。へえ、じゃあ汚れが出ない人もいるんですか？あのね、出にくい人っていうのかな、あの基礎代謝が低い人、あ、代謝が悪い人、だから高齢の方とかさ、うんうんうん、そうするともう、うん、そう低体温とか、そうなかなか出にくいんですけど、でもこれ やっていくとだんだん出やすくなってくるし、私もそうだった。あ、じゃあ1回こきりにしないで、うん、まあ、定期的に1ヶ月に1回とか2週間に1回とか定期的にこれデトックスしていただいた方が、うん、ひどい、すごい人はすごかったですよ。そうなんだ。写真撮っていいですかって断られちゃったけど、あ、出た本人もびっくりするよね。その方は結構入退院繰り返して、まあ、いろんな臓器取られてる方だった。で薬やっぱり未だにね飲まれてて、うん、すごい、足なんつったらいいんだろうな、不思議でしょう、うん、で、まあ、あの水に浸かっている足首から下の部分がすごくビリビリする、ヒリヒリチクチク、うん、敏感ですね、皆さんね、するする、うん、感じない人は感じないから。そうなの。私あんまり敏感な方じゃないような気がするけど。でもこんなにね早く、うん。できるだけこれのそばにね足を置いた方がいい。はい、というわけで、私のレモンが出るかどうか、はい、楽しみです。はい。かれこれ30分この中に足を入れてるわけなんですけど、はいはい、もうあと残り、はい、残りあと3分切りました。切りました、はい。いやー、私のこの汗もつります。すっごい、これなんだか
サウナに入ってるみたいな、うん、ここから見てもすごいすごいでしょ、汗すごい。私もねずっと喋ってるはいいけど、喋ってる話があんまり頭に入ってないぐらい、うん、体中が、うん、これの効果だよね、うん、絶対そうだと思います。でそして、うん、これね今見ると、うん、確かになんか出てるの、ね、上に浮いてるものがで茶色いのが、茶色いなんか虫の死骸みたいな、うん、ねえどこから出たんだろうこれ。足の裏です。怖い。映す？まあまあ綺麗じゃないよ。どうぞ。顔から。これ見えるかな？この見えるかな？このこういうほら虫の死骸みたいなやつ。見える？映る？カメラに。あと額の汗ですね。いやこれ本当にいやなんか出てるよね。あはい。なんだろうこれ。あさっきのなんか書いてありましたよね。うんうん、これねあの薄い黄色だから、うん、腎臓の汚れが出てるんですよ。腎臓系の汚れが出てる。腎臓って何やるとここにここにあなんじゃ感じね。だやっぱりろ過装置だから人間のここがやられちゃったら大変じゃないですか。あらたした。うん。赤すりかな、あのリンパ流しの人に、うん、やっぱり腎臓ちょっと弱いって、そう気をつけた方がいいよとかって言われてよく流さないといけないですね。そう汚れが出てますね。すごくない？うん、そうですね。なんか思ってたのと違う、うん、その雑誌で見たり、うん、見たりするのと違う出方で、はいはい、私の場合は、うん、あの黒いゴミみたいなつぶつぶと、うんうん腎臓の汚れ、はい、重金属が出てるんですよね、はい、これね、そうですね、出てますね。なんで足の裏から重金属が出るんだよね。あと上に浮いてるのお魚を食べると重金属食べちゃう、うん、結構ね。あとパンとかね、アルミフリーのパンじゃない、普通売ってたらそんなアルミが入ってるパンだったりするから、なるほど。結構知らない間に月に1回ぐらいずっとやってると、うん、まあ。まあ、本当は1週間に1回とか、そうだよね、まあ、2週間に1回とか定期的に、まあ、これ本当はこれを買った方がいい、買った方がいいねご要望があればひろちゃんも福縁の宿で販売します。あそうだ、そうか、あそうそうだね、そうそうそう、あそうだね、うん、かあの代わりにあれしてもらって、ね、はい、ちょっと安く定価よりは、ああ、うん、それはじゃあ定価で買った。あ終わりました、終わりました。いやこれすごいなんか、うん、なんとも言えない。続けてやるとなおもっと出てるようになります。私も最初は出なかったの、全然出なかったの。私結構何やっても健康だ健康だって言われるから正直結構びっくりした。あっちゃこんな出るんだと思って、まあ、続けてちょっとやってみてくださいね。そうですね、はい、これお得な回数券もあります。あ 10枚って、うんうん、そう10、11回できると。まあね、この辺の人は、はい、まあ、福島県の方ね、うん、回数券の方がお得かな。どこの人はちょっと泊まりに来て、うん、いろいろ遊んで、うん、夜これをやってお風呂上がったら、あ、入ったらこれやると、体温まってからやるといいんですよ。だからよもぎ蒸しの後でもいいし、お風呂入ってからも、うん、もっと出たと思います、うん、なるほど、うん、まあ、でもやっぱりこれは家にあるのが一番いいのかな。そうですね、じゃあしたらね、はい、お疲れ様でした。すっごいどうしたらいい？なんかじゃあなんかよく今のとこなんかまだ今のところいろいろ未定ですけど、これを買えるかもしれないし、はい、10枚つづりの券を買うかもしれないので、あの福縁の宿さんのひろちゃん、ひろちゃんのね、あのホームページにメールあるので、そのお客様に応じて、はいはいはい、コンタクトっていう項目があるので、そこで相談ください。あのぜひ皆さん、はい、やってみてください。これなんか多分体にいいかも。すごいあると家族中できるから。確かにそうだわそうだね、そう、子供なんかよくカップラーメンとかさ、スナック菓子とかさ、そうよ、ね、コンビニのご飯とかバカ食べてる人とか、そうよね、あとね、お注射とか、あ、それもいいの。そうなの、お注射にいいと思う。流行り病のお注射、そうだよね、金属だもんね。そうだから買ったんですよ2年前に。それを早く、あ、こうやって見たら結構出てる。あ、出てますね、金属。でこれをシャバシャバするとこの機械の中に、あ、出てる、これね、汚っ、うん、ほ
ほらすごい匂いするでしょ、うん、匂いがすごい、ね、人によってはね水が抹茶になる人もいるんだって、うん、悪いところの場所によってはこのほら塩素の匂いがすごい、あんまり嗅がない方が、足から塩素が出てるってこと、わかんないけど何かが出てるもんなんか化学反応起こしちゃうんじゃない、臭いよね、臭い臭い、あのなんていうの、え、そう、プールの匂いでしょ、プールのカルキみたいな、あの金魚の水槽の水みたいな、これ嗅がない方がいい、また入ったらね、出したらやめよ、ちょっと絶対やった方がいいかもしれないから、はい、ありがとうございました、いや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 、ずっと気になってたのが体験できて、こちらこそありがとうございました、あとはお客様から相談が来たら、はい、来たら、はい、お受けいたします、はい、よろしくお願いします、はい、超おすすめです、やってみて、どうぞどうぞ、はい